関口隆吉明治22年5月17日は、幕末の幕臣で、明治時代の政治家、初代静岡県知事、静岡女学校の創立者の一人、字は牛虎ク。号は木祭、天保7年、江戸本所あよい町に、幕臣、関口隆史船の次男として生まれる。関口家は、今川一族の関口志弘の子孫であり、父、 高舟は桜村の池宮神社出身。天保十年、父の高船が、よりに任ぜられ、牛込赤城町へ転居。河江元年、斉藤薬郎の連兵館に入門する。当時の塾刀は、兄弟子となる、桂小五郎であった。河江三年に十五歳になり、元服する。河江五年に十七歳で、父の後を継ぎ、お持ち弓より生きとなる。河江六年、 吉原主説の門下となり、兵法を学ぶ。安政五年、大橋突安に入門し、尊能上位の思想に傾倒。この頃、草加玄髄や金子与三郎らと交流があった。安政六年、二十四歳で武家の死である稲尾小太郎の娘と結婚するも翌年の万円元年十月十七日に死別。文久二年、お持ち弓唯一の職を、義定の金次郎に譲る。 これは、同年の坂下門外の変において、老中、安藤信正を襲撃したとの権威を避けるためであった。翌文九三年、二十八歳で山田宗也の娘、睦美を妻とする。慶応三年、開国論者のかつ海舟の暗殺を企てるが、未遂に終わる。海舟は竜吉に、阿部美斎とニックネームをつけ二人は親友となる。 同年の大政奉還を幕臣として迎える。月岡八穂神社、竜吉の屋敷跡や、賢称費がある慶応四年、徳川義信御謹親諸近方、さらに新編経営精鋭隊と踊り並及び町、武行支配組頭となり、義信の,の敬護役を務める。江戸城明け私にも立ち会い、市中取締役頭に就任、勝海舟や山岡鉄舟、松岡万らと名役を結び、 徳川慶信を駿河に移すなど、幕末の戦後処理と新時代の確立のために尽力した。明治3年、慶信のいる演習場東雲月岡村に一家で京を移し、金屋開魂型頭取並みとなり、移住した旧幕臣たちと共に、牧野原大地の開墾と第三円造成事業に着手した。竜吉は月岡から牧野原まで馬で通っていたという。明治4年、 廃藩地県により、明治政府に壊れ出資し、上京する。水間県県三次大玉県三次の後、第2代山形県御礼明治8年、第2代山口県県令明治14年を歴任する。山口県県令時代の明治9年、前原一世、奥平健介らの萩の乱を鎮圧し、山口の県県令と呼ばれた。同年、長男の総吉が月岡で誕生する。 明治十四年四十六歳の時元老院議官に就任し、東京へ移住、地方巡察士として一府五県の調査を行い、高等法院賠責判事、第三代静岡県県令明治十九年を歴任する。当時、地方の令は、たぬきのものを重等する、すなわち出自に関係する地の県令には、就任できないというルールがあったため、竜吉の静岡県県令就任は、 異例のことであった。静岡県県例となった。また、図書収集と活用を目指し、久野山に指による図書館、久野文庫の創設も企画した。明治19年、地方館完成交付により、初代静岡県知事に任命される。異性者として、図書活用の有用性を認識していた龍吉は、早くから久野文庫建設の広告において、指揮図書館である。 苦悩文庫の構想を打ち出していた。明治20年、静岡協会牧師の平岩信康と共に、静岡県内初の女子教育機関である私立静岡女学校を開校する。初代校長は、ミス・エム・ジェイカ・ニンハム。明治22年4月11日、名古屋で行われた第三師団の小根祭への列席のため、自身が不説に尽力した東海道旋回通。 死運転の工事用貨物列車に並結された客車に乗車中、他列車との正面衝突事故に遭い、客車の前に連結されていた貨車から突き刺さった鋼材が足を直撃し、左足足首が僕骨折の重傷を負う。医師の所見では、右足の切断を要するほどの重傷であるにも、かかわらず、関口は、ガンとして、これを拒んだため、 この傷から感染した、破傷風が致命傷となり、同年5月17日に亡くなる。竜吉時世の歌世の中は浦島が玉の箱なれや、明けて悔クしき夏の丹屋異界勲章。ありがとうございます。